はい、どうも、タワーです。アニサマ2021のアーティストの追加発表、やっときましたね。まあ、一番最初に発表されてから、もう3ヶ月ぐらい経っていて、まだ来ないのかなって、正直待ち望んでいたんですけども、やっと来てくれてね、ほんと嬉しいばかりです。というわけでね、早速見ていこうかと思うんですけども、まずは初日、8月27日、金曜日ですね。まず、アイマスのナムコプロオールスターズ、こちらの出演者が発表されました。中村先生、ミンゴス、アッキー、平田さん、ニゴちゃん、ハラミ、クギュ、この7人ですね。まあ、個人的には、やっぱり全員揃ってほしいなっていう気持ちもありつつ、やっぱ全員の日程合わせるのって、なかなか厳しかったりするんでね、アイマスはこういった感じで、全員揃わずに何人かで出るっていうことが多いので、まあ覚悟していたんですけども、やっぱ今年もそんな感じでしたね。ただこの中で空気が出るのがちょっと意外だなと思っていて、やっぱ他のイベントとかライブ見ても、空気がね、出ることって、他のメンバーに比べたら少ないなっていう印象なんですよね。まあ空気来てくれるの結構嬉しいなとは思いつつ、まあ、結構ね、歌うと盛り上がる、下田あさみさんとか、あと、ヌーさん、沼倉まらみさんとか来ないので、ちょっとそこはね、どうなるかなといったところですね。まあ、ヌーさんと言ったらね、やっぱリベリオンっていう曲が、ライブではかなり盛り上がる。サイリウムの使い分けがね、ある曲なので、アニサマでも歌ってほしいなぁと思ったんですけども、さすがに今回は歌わないかなぁ。ていうか何歌うんだろうなぁ。7人っていうことなんで、全体曲何曲か歌うっていう感じになると思うんですけど、まあ、やっぱレディーとか、歌マスって呼ばれるアイドルマスターって曲とか、あとはまあ新曲に当たるか正直微妙だけど、15周年記念で作られた何度でも笑おう、ここら辺歌うんじゃないかなっていう予想ですね。ちょっとアイマスは何歌ってくるかわかんないんだよなぁ。まあ何歌ってもね、ナムコプロオールスターズが歌う曲を生で聴けるっていうのはもうほんと限られた機会しかないので、やっぱ楽しみですね。そして同じく27日の金曜日に追加されたのが高橋洋子さんですね。てか高橋洋子さん普通に発表されるんだって思っちゃいました。あの過去にシークレットゲストでアニサマに出たことはあったんですけど、今回普通に発表されたということで、これ以上の人がシークレットゲストで来るっていうことなんで、ほんと誰が来るんだろうっていう感じですね。で今回6組のアーティストが追加されて、うち5組はアニサマ2020で出る予定だった方々なんですけど、高橋洋子さんだけ今年初めて発表されましたね。まあ、やっぱね高橋洋子さんと言ったらエヴァンゲリオンで、今年エヴァンゲリオンもめちゃくちゃ話題になったので、もしかしたらシークレットゲスト宇多田ヒカルさんありえるんじゃないかなってちょっと思っちゃってますね。だから高橋洋子さんが残酷な天使のテーゼと魂のルフラン歌ったと思ったら、いきなり宇多田ヒカルさん現れてそっから続いていくみたいなね、そんなシチュエーションかなり神じゃないですかていうか想像しただけでも鳥肌ブワーって立っちゃったんですけど、あとはねちょっとこれ個人的な要望で、モニタリングの時にあったうっせーわをね誰かとコラボで歌ってほしいなーって思ってますね。やっぱあの曲ね、もうみんな聞いたことあると思う曲なので、話題性もあるし、まあこの3日間のうち誰かが歌うんじゃないのかなーって思ってるんですけど、やっぱ高橋洋子さんに歌ってほしいなっていう一つの願望があります。はい、続いて8月28日の土曜日ですね。まあ、まずこちらもアイドルマスターシャイニーカラー出演者が発表されました。これねちょっと個人的には残念だなーっていう感じなんですけど、まあ、アルストロメリラの3人とノクチルの4人が出演されるんですけど、なんで放課後クライマックスガールズ来ないのっていうまあね別の動画でも話しましたけども、まあ自分はホークラのね推しなのでね、あのグループ来ないなんてありえないでしょって思ってるんですけど、曲もねめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。まあね正直このご時世なんで、アニサマもねまだマスク着用でまあ座って掛け声禁止とかになると思うんですけど、まあでもそれでもねやっぱみんなでエビバリーレッツゴーとか、やっぱりお前がナンバーワンとかねやりたいんですよねまあシャニマスといえばね、つい最近セカンドライブとサードライブがかなり短いスパンでね行われましたけども、やっぱねその熱のままアニ様にホークラ来てほしいなと個人的には思っています。あとはアンジェラも追加されましたね。アンジェラ最近アルバム出して、アーティストの宣材写真もそのアルバムのものに変わってましたね。あとはスターライトククーミ、こちらも8月28日土曜日に追加されました。でそして最後8月29日の日曜日に追加されたのが森口博子さん。まあ、森口さんも過去にシークレットゲストでアニ様に出たっていうことがあったんですけども、まあ2020でも普通に発表されましたが、まあ今回も普通に発表されるんだなって印象ですね。では高橋洋子さんとか森口博子さん以上の人がシークレットゲストで来るってことでしょう。本当誰来るんだよっていう。しかも3日間当然いると思うんで、最低でも3組。これ以上の人、本当誰来るのっていう感じですね。
まあ、やっぱマニ様ね、年々期待値上がってるんでね、自分の中で。特に2019はまさかの放課後ティータイム来たんで、まあ、あれ超えるアーティスト正直いないんじゃないのかなって思ってますけども、まあそのね、ハードル期待値超えてくるのがね、やっぱアニ様なんで、今年のアニ様2021も期待したいと思います。はい、今回の動画はこんなところですかね。まあ、今後もね、アニ様の新しい発表あったら、こうやって動画化していこうと思っています。また他のイベントとかライブもチケット当たっていて、自分もいろいろ行く予定なので、そういったイベントのレポートというか、参加した感想とかも動画化できたらいいなと思っています。ただね、やっぱここ数ヶ月、そもそも開催予定だったものが中止だったり、オンライン配信限定とかになったりね、してるんでね、なかなか難しいなと思ってるんですけども、自分が今のところ行く予定なのが、6月20日のリゼロのイベントと、あと7月だったかな、内田真彩さんのライブ、に行こうかと思っています。というかチケットどっちも取ってます。あとは開催されるのを待ち望むばかりです。そういうところの前ね、青豚の聖地巡礼した動画上げましたけど、他の舞台も聖地巡礼して動画化できたらいいなと思っています。ですので皆さん高評価やチャンネル登録してお待ちいただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。